はい、今回も B-Speak と反省会のコラボ企画でコーヒーさんといろいろ最新のブロックチェーン関係のニュースやトピックについて聞いていきます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、いつも通り、はい、ウィーク11ですね、今回はどんなネタがありますか？今回実はB-Speak 自体はかなり細かい内容が多かったんですね。なんか大きなボンボンっていうよりは細かいのをバシバシ入れたんですけど、でここで話すにはちょっと細かすぎるんで、2つほどピックアップしてて、1個はまあ、この、 映像動画でもよく話してるアンドレ、まあ、ね、ヤンのアンドレの話題から始まり、なんか最近のちょっとしたトレンドを話そうと思ってて、はい、でもう2つ目が、まあ、規制の話ですね。でこれは結構ツイッターでも話題になって、その日本だけじゃなく主にアメリカで話題になってて、まあそれから派生してまあステーブルコインとかリブラの話とかできればなと思います、うん、そうですね。最近アメリカではこういう規制の話、まあ、ステーブルコインとかも含めてがなんか熱いというか結構盛んに議論されてる、うん、そうそう、日本だとでもまあ自分もそんな取り扱ってないからってだことかもしれないですけど、あんまり積極的に議論されてるところは見ない気がしますけど。そうですね、まあ、ニュースにちょっとなるくらい記事とかでですね、オープンにはあんまなってないな、なってないですよね、あんまり議論とかされてない印象がありますね、うん、そうですね、まあ、もちろん進んではいるんでとは思いますけど、まあ、うん、でまあ、ちょっと一部話そうと思いますけど、かなり重要で、まあ、こういうアメリカの規制の動きがまあね、クリプト全体に影響を与えたり、まあ、日本にも間接的に影響を与えたりする可能性があるので、ちょっとそこら辺話したいですね、うん、そしたらそうですね、はい、ユーザー側からも知っといた方がいい、うん、と思います。いや重要だと思います、うん、はい、じゃあ、1個目のトピックからそしたらお願いします。そうですね、yarn.finance の話題ですね、うん、これ yarn って、まあ、Wi-Fi トークン発行している主体のプロトコルですけど、うんうん、彼らがそのピックルピクルスのことですけど、ピクル.finance っていうプロトコルを、ピクル.finance ね、を、まあ、マージしましたっていう。いや、なんか、それ僕聞いたことありますよ。だから、この前の反省会の定例放送の時に、ゴックスしたと、ハックされたっていうことだけ自分は知ってます。あ、なるほど。なんだこのくだらない名前と思った記憶はあります。あ、そうなんだ。それが僕は知らないです。その時は何か、こう、こんなもんだよっていう話はしたんですか？いや、何もしてない。何もしてない。まあ、まあ、ハックされましたって話を聞きました。あ、そうなんだ。そうそう。まあ、結構いきなり出てきたプロジェクトで、ピックル自体は。で、はい、まあ、攻撃では20ミリオンの台が奪われた、ね、結構すごいですよね、はい、そうです、うん、そうです。で何かっていうと、まあ、最初もともとは Wi-Fi のバルト、Wi-Fi のフォークなんですよ。うーん、そうなんだ、はい、うん、でだから、まあ、利回り最適化みたいなことをするんですけど、はいはい、で攻撃された直後、次の日かなに1個もうマージが発表されたんで、うん、なんか攻撃が理由でマージしますみたいなことは発表されてないんですけど、うん、まあ、普通に流れ的には攻撃されてきつくなったから、まあ、マージしますっていうことかなと。え、ちょっと待ってね、その Wi-Fi のコピーってことはそもそも何が違うんですか？コピペだったらなんか差別化ポイントがないと誰もそんなの使わないですよね。なんかコピーして、はい、僕も内容は全然わかんないんですけど、はい、コピーしてアイコンがより可愛くなったとかそういう話ですか？とか、あの独自のトークンがやっぱあってあ、まあ、なるほどね、ちょっと用途が違うぐらい、あの、まあ、なんだっけ、コンパウンドが、はい、まあ堅実なトークンをこうレンディングして、そのフォークのクリームがちょっと怪し、まあ、危なっかしいトークンをレンディング使うみたい な、 こう住み分けみたいな、 あんな感じなのイメージ、ね、あーポルカドットで言えばポルカドットと草間的なやつですか？そう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 、基本はなんかある種姉妹プロジェクトみたいな、ね、あ、じゃあ別にもともとそういうなんか敵対してたわけじゃなくて、じゃなくてみたいな、積み分けしてて、そうそう、でもう一緒にやっちゃおうよみたいな、ハックされてお金が20億円取られて、うん、したらもうマージしようとマージしようと、で今までもちょっとやり取りしてたし、うん、どうせならチーム一緒にして、うん、早い開発しようよみたいな、あ、なるほど、そういうパターンなんですね、うん、なって、でですねでこれで結局あの統合がじゃあ完了 されて新しいトークンをなんかあの2つ発行しますと、うん、で1つはその今回の攻撃で代を失ったと被害者に対して配布されるみたいな感じで、うんうん、まあ、ちょっとした保証みたいな感じに
意味で。債務トークン。そうそうそう。債権者、はい、債権者トークン的なやつですか。廃止され、はい、その配布されると。はははで、もう一個はなんか、ピックルトークンをロックすると、ディルトークンっていうんですけど、まあ、ディルトークンが追加で、あの報酬としてもらえるっていう。まあ、何なのかよくわかんないですけど、まあ、報酬を上げるための、ブーストするための、ピックルトークンをロックしてもらうための、はい、報酬みたいな。ピックルという草コインをロックすると、さらなる草が得られる。そう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 。ドリームですね。だディルの、ちょっとあの、意味も、用途か、用途とかもちゃんと見てないぐらい。うん、別に、はいはいはい、知る人もない。大したものではない。うん、はい、そう。で、でも面白いのは。ピックルトークンはピックルプロトコルのガバナンストークン、ね。ガバナンストークン。ああ、もう分かってきたんですよ、僕は。大事。ガバナンストークンが大事なんで。またロンチにおいて、うん。大丈夫です。はい。で、これ別にここがなんか面白いっていう言いたいんじゃなくて、はいはいはい、この後に実はそのカバープロトコルっていうプロトコルがあって、そう、でそれもヤーンエコシステムがなんかマージするって発表したんですね。でこれ何マージみたいになったんですけど、結局 M&A とかではなく、うんうん、ただただこうチームがまあ一緒になって、うん、密にコミュニケーション取るようにして、まあ必要なところはもうヤーンプロトコルに組み込むみたいな感じで、うん、まあ、プログラム上でもう組み込んじゃうっていう感じで、うん、どっちかというとなんか人間のチームのなんか一体化っていう風に発表があったんですね。うんうん、で、カバープロトコル自体はディファイの保険プロトコル なんで、うん、なんか攻撃があった時に保証できるようなプロトコルで、うんうん、まあ、割となんか真面目にやってるプロトコル。うん、盗まれた時とかコントラクトにバグがあった時に保証する、でその元手となるものに、元手となる資金をみんなで集めてロックしとくみたいな、うん、これ結構面白いなと思ったんですよ、うん、自分はちょっと話を聞いて面白いと思うんですよね。 でもう Wi-Fi ってそのマージしますってまあ発表がありましたってことなんだけど、マージって要はなんかあれですよね、そのあのいわゆる企業の M&A とかだと契約書を書いてこの権利をいくらでこの企業に売りますとか買いますとかってやるわけじゃないですか、うん、はい、権利の移り変わり、まあその移行みたいなのがあるわけじゃないですか、うん、でただこの場合だとマージしますっていうのは別にオープンソースのプロトコルそれぞれなので、まあ要はチームが合体しますくらいの話、そうですね、なんですよね多分。あとはプロダクトになんかこうネイティブで、例えば保険だったら保険が、まあよりアクセスしやすい形で組み込まれますよっていう感じですよね。そうそうですね。なので別になんかそのもちろん契約とかが発生してるわけではないので、うん、なんか自発的に2つのプロジェクトとか、まあ複数のプロジェクトとかプロトコルが、まあ一緒にやりますっていう発表を基本的にはしてるだけなんですよね。そうですね。でもまあそれでもちょっと面白いなとは思ったんですけど、うん、でも Wi-Fi の場合って、その例えばじゃあピックルがハックされて、まあお金もないからか分かんないですけど、まあ一緒にやりますって発表したって言ったんですけど、うん、それってなんかガバナンストークで決めてるんですか、それやるか やらないとなかったはずですね。ない、うん、じゃあなんかじゃあアンドレが決めたんですかと思いますね。一緒にやりますわみたいなと思いますね簡単に言うと、ただそう、あのもしかしたらフォーラムでバシバシ やり取りがあったのかもしれないですね、うん、ちょっと見れてないですけど、多分僕の知る限り何もなかったです。なるほど。いきなり発表があってわーってなったんで、なんかその一緒にやりますわくらいの発表だったら別にそもそもあのやそれをやるかやらないか別に開発の自由だと思うんで、まあ、うん、何でもなんか割とカジュアルなものだと思うんですけど、なんかこういうプロトコルによる他のプロトコルのアクイジションみたいな話は結構ちょっと前に自分記事かなんか読んだことがあって、パブリックブロックチェーンが他のパブリックブロックチェーンを敵対的にこう買収するみたいな。うん、あの、要は、トークンの、例えば、トークン、プロトコル A のトークンとプロトコルと B のトークンの、なんかスワップとか、うん、まあ一方的な移行とかが許されるようになるとか、なんかそういうのが起きてたとしたら、まあ、うまくいくかどうか全く別軸ですけど、まあ面白いかなと思ったんですよね。例えば Wi-Fi のヤンのなんかトークンがあるんですよね。うん、別に。Wi-Fi トークン。そう。で、ピックルファイナンスのピックルトークンを持ってる人は Wi-Fi トークンのなんとかエアドロップされるとか、あ、なんかそういうトークンのなんか連
月というかを通したなんか合体みたいなのでは今回ない、ね、今回ないんですよね。あでも多分そういうのをやり始めますよね。うん、できますね、うんうん、やり始めるんですよね。そういうの増えると思います、うん、だから小路さんおっしゃってたように会社と違うんで、うん、何かっていうと特に彼らは別に VC とか入ってないプロジェクトなんですよ。うん、フェアローンチ系の、いわゆるフェアローンチ系と言って、うん、いきなりトークン出しちゃうみたいなプロジェクトなんですけど、それらだからこそ、なんか、パパパってできちゃう動きだなと。まあまあうん、なんか、別にシェアホルダーに、ステークホルダーに伺い立てなくてもいいし、みたいな。希釈するあれもないし、そこは新しいのと、うんまあ、ピックルの場合は実際に V2 にプログラムとしてピックルがなんか組み込まれる形になるらしいんで、うん、もう完全に一体化みたいな感じ、プログラムとしても。うん、でカバーの場合はまあチーム一体化みたいな感じ。なるほど。で、なんか面白いトレンドがあって、そのままなんか寿司とか、まあ、他のプロトコルが、なんかヤーンやっぱ強いから、なんかヤーン参加みたいな、ヤーン連合みたいになってて今。おでみんなこうヤーンの仲間にこう入ってきてるんですね。そのフェアローンチしてるプロジェクト。まあ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 。うん、でなんかトークンの価格が上がるみたいな。まあヤーンと一緒にやるって発表するとトークンの価格が、まあ、一時期のブロックチェーンなんとかやりますって言ったらトークンの、株の価格が上がるみたいなそういう話ですね。フィンテック企業みたいな。そう昔の。なるほど。まあまあでもそれはまあなんかわかりますね。うん、まあそんなもんなんだろうなと。でもやっぱ。うん個人的にこれから起こるであろうことと多分、面白いかなと思うのは、やっぱそういうトークンを、例えば、ヤーンが強いんだったら、ヤーンのトークンを使って、その他の、例えばなんだっけ、ピックルファイナンスのピックルトークンがあるって言ったんですけど、理論上はヤーンのフォークで、まあ、プロダクトとしてこうまとめちゃっても全然いいから、うん、まあ、一緒にやるって発表したわけじゃないですか。うん、なんかだから、ピックルトークンをヤーントークン保有者がピックルトークン保有者を買収するみたいな。もはや。とかさ、そういうのをガバナンストークンでやりますとか多分言い始めると思うんですよ、そろそろ。確かに確かに。うん、で、自分はそれがうまくいくかどうかわかんないですけど、それは実験としてはちょっと面白いなと。その、うん、ガバナンストークン、プロガバナンストークンになるとしたら、そういうことをやってくれるんだったら、まあ実験としてはなんか面白いなと思いますけど、ね。せっかくのね。せっかくやんだったらなんかやってほしいよね。せっかくのガバナンスですからね。今のところはガバナンストークは自分はなんかその、うん、なんかなんちゃって投票の延長だと思ってるので、そうですね。なんかそういう実際ガバナンストークンを使って投票みたいなのをしてお金が、動いたりとか、まあ損したりする人が出てきたりとかすると、うん、なんかこうより、なんか、あ、ガバナンストークンで本当になんかに使われてるんだって思えるんですけどね。意味があるもの、ね、意味があるんだなって思いますけどね。うん。うん、まあそれはちょっとやってみてほしいです。なるほどね。ガバナンストークンのイノベーションというのであれば、そういうこうちょっと M&A 的なことをトークン保有者がなんか分散的にやるみたいなのはちょっと面白いです。うん、なるほど。まあ企業だったらやっぱ企業の社長が決めるわけじゃないですか。最終的には責任者が、うん、まあ社長というかまあ役員とかも含めてですね。買うのか買わないのかっていう決断を彼らが最終的に決断責任持ってやるんですけど、うん、パブリックプロトコル同士はどうなるかっていうのはやっぱちょっと見たいですね。うん、確かに。なんかやっぱり投票が多すぎると多すぎても機能しないと思うんで、うん、難しいところなんですよね。ガバナンスミニマイズするべきだって案がやっぱ結構多くってそういう界隈でも、うんうん、あガバナンストークン界隈でもですか。うん、ガバナンストークン界隈でもっていうか作ってる人たちは知らないですけど、ガバナンストークンに投資してるような VC とか結構追ってると、あなんかいくらガバナンストークンを発行したとしてもやっぱガバナンスをミニマイズする設計が美しいというか理想だっていう。じゃあガバナンストークン抜けばいいじゃないですか。でなんかでも大事だ。そのパラダイムのフレッドとかのブログちょうど先週出たんですけど、それがもう結構長いおあるガバナンスミニマイゼーションみたいな、ちょっと見てみてください後で。結構ちゃんと書かれてて、それちょっと次回そしたら話したいです。そうですね、まあそれ読む限りではガバナンスやっぱミニマイゼーションしないといけないけど、まだ界隈として答えが出てない状況だ。なるほど、なるほど。で彼らはかなり投資してるはずなんですけど、ガバナンストークンに、うん、他のいろんなプロジェクトに。なるほど。でまあ全体としてこう試しって感じ。そのコーヒーさんはパラダイムのその記事とかも含めてなんか同意してるんですか、うん、個人的には。
考え方です。僕の考え方は、僕はガバナンストークンは好きなんですよ。うんうんうん、いや僕も好きですよ。絶対違うみたいな。先に言っておくと、僕もガバナンストークン大好き。ガバナンストークンは好きなんですけど、なんか うん、それを無理に使おうとしていると、うんうん、なかなかワークしないのは、実際に目の当たりにしてるんで、うんうんうん、僕の考えとしては、なんかガバナンストークンと言いつつ、やっぱり収益配分とか、うんうん、配当をもらう権利という認識で持ってますね。あ、じゃあガバナンストークンはガバナンスだけのためじゃないっていう感じ。投票とかではなく、そうですね、収益分配としてほしいとか、そういうことですね。そうですね、収益分配としてほしいのと、なんか、うん、なんか一員だぞっていう感じですね、DAO の。まあ、収益分配の話、なんか前もちょっとだけした記憶ありますけど、だと別に自分もそんなに、うん、なんか、まあ、収益が単純に売り上げみたいなのが出たら、それが配られるってことなんで、その割合に、なんか別にそんなに価値がないとは思わないとか、なんかちょっと違う話になるかなと思うんですけど、うん、なんかピュアな投票でなんかいろいろ決めるとか、そういう話であるなら、まあ、ちょっと今やっぱりごちゃごちゃやってる割に、あんまり機能してないかなっていう認識ですね。そうですね。うん、まさに。ただ、その、フレットでしたっけ、うん、なんか書いた記事をちょっと読んでないので、なんか面白そうだったり読んでみようかなと思いますけど、うん、僕はパッと聞いた感じだと、うん、多分基本的にはその考えに同意するんだろうなとは思います。そうですね。多分。ただ、多分同時にそのフレットはあれですよね、ガバナンストークンにたくさん投資してるんですよね。うん、まあ、クリプトプロジェクトにめちゃくちゃいろいろ投資してるんで。だから、多分相当ダブルスタンダードポジトークを繰り出してるんだろうなとは思うんですけど、個人的には。そうですね。うん、ただ、うん、まあ、ガバナンスミニミゼーションがいいっていうのは基本的には同意ですよ。でも、だからガバナンストークいらない、うん、大部分ではいらないじゃんっていう意見なんですけど、どちらかというと。うん、そこまでは彼は書いてない。でしょうね。それを読んでまた機会があれば話してみたいなという感じです。そうですね。これを見て読んでみてください。ガバナンス僕大好きですからね。まあ、やっぱ、Crypto Governance Remains Important って書いてますからね。うん、And ripe for innovation って書いてるんで。あ、ダン・ロビンソンって人ですか？いや、この、あ、フレット、あれ、これですよね。そうそうそう、元コインベースのコファウンダーの人ですね。そうそう、有名な。はい、知ってます。なるほど。ちょっと読んでみます。ちょっと読んでみます。次回撮影の時に、面白い話であればちょっと話しましょうか。そうですね。はい。まあ、その。ガバナンストークはね、毎回のお決まりのトピックです。そうですね。ガバナンストークの終わりの日まで我々は議論するす。まあ、終わるかどうか知らないですけど。はい。これは尽きないですからね。はい。じゃあ次のトピックいきましょうか。はい、でも結構面白いですね。まあ、そう。ヤンによる買収。ガバナンストークの話で言うと、次のウィーク12で、うん、出てくるんで、やった。皆さん楽しみにしておいてください。こっちもうガンガンガバナンストークの話、ね。このやっぱ企画見てる人目にガバナンストークの話が聞きたいから仕方ないです。そうですね。そうですね。はい。じゃあ今、次はですね、結構ガラッと変わって規制の話なんですけど、お、はい、そうですね。まあもう皆さん聞いたことあるかもしれないんですけど、一応、大きな話題なんで、話すと、まあ、米国の当局ですね、財務省みたいなところが、うん、個人のウォレットを規制するかもっていう噂があるっていうふうに、コインベースの CEO が急にツイートで、リークというか、まあ、ツイートしましたと。あ、見ました。ブライアン・アームストロング。そう、アームストロングさん、ね、うん、で。これ何かっていうと、例えば取引所から出金して、小石さんのとか僕のウォレットとかに出金するとしたら、はい、その個人のウォレットがちゃんと KYC 済みかとか、うん、誰が持ってんだみたいなのを、金融機関が知ってないと出金できないようにするっていう、まあ、規制ですね、簡単に言うと。うんうん、これはまあなんか、日本とかで実は言われてますよね。もうやってますよね。もうやってますよ。なんかその、そうそう、なんか、指定したアドレスにしか引き出せないようになってて、今。そうそう。個人的にはすげえうざいんですけど、めっちゃ海外のアドレスに送らないでとかね、海外っていうのは、海外のライセンス持ってない取引所に送らないようにとか。プライバシーが弱くなるだけで無駄だと思うんですけど、ね、そう。ぶっちゃけ。で、アームストロングもやっぱ、コイさんと同じ意見で、ツイートで結構長いツイートがあって、うん、締めくくりというか、まあ、肝は何かっていうと、こんな規制はやっぱ米国にとって長期的にマイナスなので、はい、うん、まあ、インターネットで、まあ、アメリカがトップを握れたようにこういうことをしなければクリプトでも、まあ、覇権を握れるまではいってないけど、うんうん、まあ、イノベーションの中心になれるよみたいなことを言ってました。はいはいはい、なるほど、うん、
まあ、かなりいろんなツイート、リツイートがですね、こう発生して、まあ、Webs、なんていうんですかね、クリプト系の多くのファウンダーが、なんか、我々は戦うべきだ、みたいなまあ、賛同ってこ感とじ。ですね。そうそうそまあまあ、それは自分たちもそうですけど、まあう。まあ、ちょっとコーヒーさんの意見はわからないですけど、自分も基本的には同意で、まあ、うん。うん。実効性があまりないし、例えば、それをやったところで、あ、でもあれですよね。ブライアン・アームストロングが言ってたのは、なんか二つあるわけじゃないですか。今言ったみたいに、取引所から引き出すときに、取引所以外のウォレット、自分が秘密鍵を管理するウォレットに対しても、なんか指定したアドレスじゃないと引き出せないように制約をかけるみたいな話。ただそれって別に、そのアドレスに移した後に、また別の、自分が管理する別のビットコインアドレスとか他のアドレスに移せばいいだけなんで、まあ、あんまり意味ない。まあ、意味ないですよね。その先はない、自分がどうしようか、それは自分の、好きなので、確かに。まあ、人によってはなんか変なことに使う人とかもいるかもしれないし、ミキシングする人とかもいるかもしれないですけど、まあ、それは個人の自由なんで、なんか、そこだけ管理してもあんまり意味ないなと僕は思うんですけどね。二つ目の話が、アンホステッドウォレットって言われている、要は、あれですよ。ノンカストでやる方の自分が秘密鍵を管理するタイプ。取引所のウォレットではないやつも、なんか規制するっていう話がなんか出てるっていう話ではなかったでしたっけ？それは違うんでしょなんか僕が、まあその通りで僕の認識では、うか？例えば DeFi プロトコルが出金するときも、まあ誰かの資産を預かってるんで、返すときは、そのウォレットアドレスを知らないといけないと。あ、ディファイも。結局、どのプロト、イーサ、要はイーサリアム上のプロトコルがめっちゃ使いにくくなるみたいな。そうなると、きついなと。それはきついというか、まあ、取引所がやるんだったら、まあ、まだ分かるというか、もうすでにそうなっちゃってますし、ただ、ディファイもそれ同じことをやれって言われると、ディファイのやっぱり強みっていうのは結構なくなります。そうなくなそうるというそう。か、かなり減りますよね。KYC やれってことですもんね。そうですね。まあ反対ですね、自分は普通に。あんまりそうそう。意味がない気がしますし、意味がない気がしま実す効ね。性がないので、例えばアメリカの事業者とかアメリカのデファイ関係のプロジェクトは守らなくちゃいけないってなるかもしれないですけど、まあ基本的にはコードなんで、他の国でなんか匿名とかでやられちゃったらあんまり意味はないであんすまりし、意味ないんですよ。そうなんですよ。あんまり、そう、コードなんなんか、でね。あんまり意味がないから無駄なそういう 規制をやるべ確かきじゃに。ないと思うんですね。なんか、いや、そうなんでもう、すよね。具体的な目標とか目的があって、それにね、一定の合理性があるんだったら、まあ、まだ理解できるんですけど、あんまりない気がしますけそう。ど。やっぱり止められないっちゃ止められないんでね。まあ、デファイプロジェクトとか嫌がらせをしたいというのが目標であればいいと思いますよ。で、実際そういう話もすでに出てきてますからね。そうそうスそテーブルコインの規制が強くなるとかっていう話も、一部そういうことだと思うんですけそうなんでど、すよね。例えば、リブラ、改め DM への嫌 DM。がらせだったりと 確か、かあと、嫌がらせというかね、まあ、牽制だっに。たりとか、あとは、まあ、デファイプロジェクトをもう、まあ、システマチックなリスクになり得るから、金融の、まあ、これはもう、一律でそういう規制を敷いて、要は、ステーブルコインの発行者は全員、まあ、バンキングライセンス取らなきゃいけないって言ってやれば、その代とかも全然関係ない。まあ、同じ土俵であれ。っていうふうな、提案とか法案みたいなのが既に出てきてるので、まあ、なんか、それが目的だと言うんだったら自分はわかりますよ。正直に言うと。まあそういう面もね、そういう面も多確か分あに。るんでしょうねとは思います。だですから、ね。無駄なんだけど、実は目標は別にアンチマネロンとかそういうことではなくて、なんか単純にそういう新興の企業とかプロジェクトがなんかまあ目障りだからみたい確かに。なんな。そういか、うのはちょっと感じちゃいますその面もそうそう感じてて、ちょっとあね。るんだろうなっていうのと、あとなんか、ツイート、ブライアンのツイートを読んでると、なんかトランプが元首でいる間になんとかなんか影響を出したいみたいな、狙いもあるようなことが書かれていて、そういう右寄り左寄りの戦いみたいなのも実はあるあ可能る。性があって、そういうのもめんどくせえなっていう。テそうっクノすロジー関係ないね。しみたテいクな。ノロジー全く関係ないですし、政治的ななんか思惑の話なので、そう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 。ままあ、あんまあまあ、り興味はないですね、自分も。そできるだけそういうのは最小化してほしいなとう。そう。まあ思いますけど。僕のコメントをさせてもらうと、結局なんか、
クリプトはコードで定義されてて、でコードは人が書いてて、うん、人の考えで書いてて、で、うん、人の考えとか思考を止めない限り規制できないんで、うん、まあ、結局どっか逃げたりしてコード書けば問題ないんで、うん、なかなか止められないと。だから、ね、うん、やっぱり あまり意味ないのと、それこそがまあやっぱクリプトの強いとこなんで、うん、まああんまり意味がないんですけど、なんか大きな話題になる可能性あるなという感じ、うん、自分は基本的には同意なんですけど、ただ同時にその、うん、まあ、これちょっと多分別の動画で話したいなと思って今ちょうど調べてるところなんですけど、うん、ステーブルコインの規制を強化しようって法案、ステーブルアクトってアメリカで今結構話題になってるやつも、うん、そうそう、かなり話題になってます。まあ、基本的にはコーヒーさんが言ったことに自分も同意で、まあ、行動、基本的にはまあ表現の自由とかも含めて、まあ、行動を書いてるだけ、うん、やってとか、うん、でまあ、そういう論調もあるんですけど、ただ同時に、まあ、規制したい側が言っている、要は銀行とかが全く同じこう規制を受けていて、例えばじゃあデファイだからって言って、まあ、お咎めなしでいけるかっていう主張も自分は理解できる部分があるんですよ、うん、なぜかというとデファイと言われるものの、多くがあまり分散化されていない、要は分散化されてるっていうのを、まあ、隠れ蓑にしようとしてるだけって僕がどうしても感じるものが結構あるんで、うんうん、規制する側も結構そこら辺は学んできて、割と効果的に、あ、じゃあここ潰しちゃえばいいじゃんみたいな感じで言ってきてるような印象を今調べてる限り結構受けているので、うん、なんかそれはなんかやっぱり面白いっていうかなんですかね、なんかちょっと違うフェーズ、新しい規制との戦いみたいなフェーズに差し掛かってるのかなってのはちょっと思いましたね。確かに。だから昔はもうなんかもう全然何もわかんないから適当にこう、うん、なんかよくわかんないけど、なんかよくわかんない規制の提案するってところから、なんか結構効果的に狙ってきてるなっていうのを感じましたね、今回とかを見てて。なるほどね。前と比べると少なくとも。分かってきてるし、分かってきてる。スタートになってると。結構スタートになってる。明確に意思を持って、例えばデファイみたいなものを規制しようみたいな、うん、なんか意思を感じますし、どうすればそれをできるかっていうのをなんか理解してる感じは、ちょっと感じましたね。なるほど。うん、この話、そうですね。ステーブルアクトの話はまた別動画で、はい、また別にちょっと自分コージさんが、はい、やろうと思ってます。解説してくれると思う、まあ。ちょっと調べたら思ったより面白かったんで、DM の話も含めて。うん。まあ、なので、ちょっと面白いと思います、ね、考察しようと思います。しばらく見てなかったんで。はい。まあ、というわけで、今回はここまでしましょうか。そうですね。結構なんだかんだね。ですね、長くなっちゃいました、ね。あんまり、すぐ終わっちゃうかなって言ってましたけど、結構盛り上がったんで、まあよかった。結構面白い話かなと思います。次のトピックの方が面白いと思いますが、意外と盛り上がりましたね。次のトピック、はい、次回ってことかな。次回、はい。あ、はい。というわけで、今回は、ヤーンによるプロトコル同士のマージャーの話だったりとか、あとは、まあ、規制の最近の話、まあ、ぜひも含めてちょっと話しましたけど、うん、結構面白かったです。うん、次回も、まあ、またこんな感じで最新のニュースだったりトピックにコメントしていくので、ぜひ見てください。では、今回ここまでにします。はい。はい、ありがとうございました。はい。